というわけでですね、ちょっとボランティアの関係でね、土浦に来ましたけど、やっぱりあれですね、なんつったら人がね、人がいいですね。茨城県の人はね、人がいい。ちょっとね、ボランティア先の協力先に行って、そしたらすいませんなんてね、今日イベントでみんな出払っちゃってんですけどなんて言われてね、いや全然いいんですよなんてね、たまたまねこっちまで来たんでちょっと寄っただけですなんて言ったら、で立ち去ろうとしたら、あちょっと待ってくださいっつってね、こんなのいただいちゃいました。こういうとこですよね、やっぱね、ほんとね、二重橋のほんと使えねえやつらも見慣れっつんだ、これぐらいねと思いますよ、ほんとね。何ですかね、やっぱり何なのかな、やっぱり余裕がないんですかね、あいつらはね、ほんとね。ちょっとね、土浦で思い出したのがね、これも話したかもしれないけど、まあいいや、これね、これ二重橋の話じゃないんですよ。大学生の時ね、私釣りクラブみたいのにちょっと入ってたんですよね。で当時から土浦は、で今もそうですけど、ブラックバス釣りの、まあ、メッカというか、なんだなんだメッカというかね、っていうところ でみんなでこれ来たんですよ。それで、あれなんだっけな、ココスだかスカイラークだか でみんなで釣りが終わってご飯食べて、でさあ行こうかっつったら、帰りましょうかっつったら、先輩の一人がね、インキーっつってね、今の車はねそうならないようになってますけど、昔の車って結構鍵をねかけるの横着して、一回ね手で鍵を閉めて、それでドアノブを引きながら閉めると鍵がかかったんですよ。で、で今はほら外からピッてね電子キーですけど、昔の車ってそういう感じだったんで、インキーって言ってね、鍵を中に入れちゃったまま、要は閉めちゃったんですよね。で、あれやべえやべえなんつってて、どうしようかどうしようかつって、で、あれ10人ちょっといたんですかね、我々まだ大学生でしたけど、で、ファミレスのね駐車場で、あいどうすっかどうすっかなんて言ってて、で、つったら一人がね、やばいやばいとか言い出したんですよ。で、どうしたんだっつったら、ちょっと向かいのビルの一番上に怖いお兄さんたちがこっちを見てるって言うんですよ。なんて、そんなことあると思って、で見たら結構立派なビルがあったんですけど、5、6階建てかな、で一番上にねデカデカとなんとか工業ってね、工業の工はあれですね、起こす方の起こすね、工場の工じゃなくてっていうところ でその一番上からね、パンチパーマにね、もうすべらからくですよ、パンチパーマに薄い色のサングラスをかけたね人たちがじーっとこちらも5、6輪でねこっち見てんですよ。いや何あれと思ってね、あれはそういう方たちのね、人たちなんでしょうねってことで、いやなんかやだな、やなんかやだな、なんかやだなって言ってたんですよ。でなんかあれで、要はね、昔ほら何ですか、昔はほらもっとこうね、今大人になって分かりますけど、昔はほらそういうね、都政人の方々はめちゃめちゃ怖い人とばかり思ってたんで、いやあれなんかひょっとしてあれじゃないですかみたいな、僕ら困ってるのを、なんか困ってるとのなんかその鍵開けられないのを、なんかネタに、なんかよくわかんないですけどね、なんかそういう考えにみんな至っちゃったんですよ。なんか揺すられるんじゃないかとかね。そしてしばらくしたら、もう忘れもしませんよ、ほんとね、上下じゃね、白と青かなんかのねジャージを、ダボダボのジャージを着てね、でパンチパーマで痩せた、ちょうどあれですね、横山やすさみたいな体型で、
で、でかいね、でかい、でかくて、ちょっとブラウンがかったサングラスかけて、で、ひげね、口ひげ、なんていうんですか、鼻の下だけね、ひげ生えたお兄さんが、で、手首とかにじゃらじゃらいっぱい貴金属ね、首にもかけてるお兄さんがね、お兄さんだかおじさんだかちょっとね、まあ、結構意外と若かったかもしれないな、あれがね、なんか知んないけど、ハンガーありますよね、針金のハンガー、あれをね、こう指でくる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 回しながらこっちに歩いてきたんですよ。でもみんなね、あ、やべやばいと思いながらも、もうみんな、もうなんかね、で、ビルから出てきた瞬間にね、あ、あれなんかこっち来てるみたいなこと誰か言って、そしたらね、そのお兄さんがどん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 こっちに来るわけですよ。でもうみんな固まっちゃって、やばいやばいっつって、でなんかインキーしてるってことじゃないことにしようみたいなね、なんかとりあえずただ集まってるだけですみたいな手を取ろうみたいな、なんかそんなことまで言ってて、でそしたらね、インキーこうくる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 本当に指先でね、ハンガーを、針金ハンガー回しながらこう来てね、あんだインキーかーなんつってね、もろなまりで、でみんなね、もう今までなんかごまかそうと言ってたのがね、もうそんなこと言われちゃったらはいって言うしかないんですよね。みんな一斉にはいとか言ったらね、おちょっとどいてみろっつってそれで、でも一瞬だったんですよ本当に。なんか窓の上からね、なんて言うんだろう、あれハードトップって車だったんです。昔結構流行ったね、二枚扉で、で、なんて言うんですかね、いわゆる窓の間に、なんていうの、ピラーっていうんですか、あれ。ピラーっていう鉄の要は枠がないんですよね。で、ただガラスがこう、ガラスのなんか押さえみたいので、ドアのガラスと後ろのガラスが隔てられてるだけなんですよ。で、どうするのかなって見てたら、その針金をね、針金ハンガーをキュッてなんかね、曲げて、その隙間からキュッキュッて入れたんですよ。で、キュッキュッて入れて、で、ヒューってなんかなぞるようにこう、下に下ろしていって、それで鍵のところで、キュッキュッて2、3回やったら、パカッて開いたんですよ。いや、これすげえと思って。でも、なんか、ちょっと離れたところで、なんか僕ら見てたら、また先輩が怖いこと言うんですよ。あれ、ひょっとして、開けたから、すげえ金要求されたりすんじゃねえとか言ってて、これ本当なんですよ、これ。なんかね、なんか知んないけど、そういうね、そういう方向にばっかりなんかみんな思っちゃってて。で、開けたら、もうね、ドヤ顔ですよね。ガッと開けたら。で、もう僕らもなんか、おーとか言うしかないんですよ。おーとか言うしかなくて、あ、これで開いたべ、みたいな。でも、速攻なんかで、ありがとうございました、みたいな感じで、とりあえずなんか早くその場をね、立ち去んないといけない、みたいな。で、なんか、すごい勢いで僕らも車に乗って、で、やっぱり、そのビルの上から見てたね、お兄さんたちが、おげらげら笑ってんですよ、あれ。多分ね、だから多分あれ、なんかあれでしょうね、僕らがなんか怖がって、おどおどしてんとか、分かったんでしょうね。上で見てるね、パンチパーマのお兄さんたちがね、もうみんなゲラゲラ笑ってたんですよ。で、それで、その笑ってる姿を見て、で、僕はやっと、ああ、大丈夫だ、これ、と思ったんですよね。いやー、あれはね、あれまだ鮮明に覚えてるな。車がね、シルビアだったんですよ。そう。なんか農学部の先輩がね、なんか農家を継ぐ約束で、おじいちゃんだかおばあちゃんに買ってもらったね、自慢のシルビア、マニュアルのね、よくあんな狭い車でみんな釣りに行ってましたからね、昔はね。クソ狭いんですよ、なんか。天井も低くて。で、やけにほら、もうね、マニュアルトランスミッションでもう、で、エンジンがね、車体は軽いけど、ほら、いいエンジンっていうか、積んでるからね、ビューン、シュルルルルルみたいなね。もう得意げになって、要はエンジン回してね、なんていうんですか、加速するときね。ね、そんなことやってたね。その先輩も真っ青で。大丈夫かなみたいな。っていうね。やっぱり土浦の人は、あれなんでしょうね。土浦の人はね、みんないい人なんだな、これ。ということです。
それではまた、あと76キロか、まあ、1時間半ぐらいかな、ということでね、あのおなじみのね熱帯魚屋さんないんですよ、やっぱり亭主の近くにはね、いろんなのが揃った熱帯魚屋さんがないからね、今日はちょっとね、そうなんですよ、あるね、ある新商品新商品といえばかっこいいですけどね、もう半分私の趣味みたいなもんですからね、それをやるって言ったからにはね、ちょっとねちゃんとやんないといけないから、ちょっとね見栄えよくしようと思ってね、それで売ってるのはね、そういえば土浦しかねえなと思ってね、今日来たんですよ。というところでね、やっぱりいいですね、あの鉛が なんて言ったってあの鉛がね安心しますよね、この茨城のね、茨城県の鉛っていいですよね本当にあ、草刈り釜を買ったパッション飛田さんもね鉛ってましたね、あれなんか早めに振り込んでもらってすいませんなんてねこっちがねお金振り込んだの知らなかったんですよね、なかなか商品届かねえなと思ってすいませんあのお金振り込んだんですけどって言ったらね、そうなんですかなんていやいいですよね、あの僕は嫌いじゃないです、こういうゆるさがね、やっぱこういうゆるさが大事ですよ本当ね、だからあれですね、またね、まあ、最後これに絡めないと終わらないから、あの結局ね別に話しようがしまいが関係ないんですけど、あれですよ、だから二重橋もね、二重橋を引っ張らってあの土浦のね、あの桜土浦あたりのね田んぼの真ん中にでもね、あれですよ、古民家なんか借りてね、そこで新しく仕事をすればね、なんかね見えてくるんじゃないかなってね、かっこいいこと言っちゃいます、なんか見えてきますよ。